こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、大人の春アウター全部紹介というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ、先日ですね、大人の春アウターはこの3枚だけでいいというテーマで皆さんにですね、動画をお届けしたと思うんですが、それ以外にもですね、実は私物として結構たくさんの春アウター持ってるわけですね。今はですね、まあ春コートというようなロング丈のものも悪くはないんですが、まあだんだん暖かくなってきたので、個人的にはもうちょっとライトな着丈の短いアウターというのをですね、着てみたいというテンションなんですね。中でも今年はロング丈のもの定番でありますが、それ以外の短い丈のものが結構トレンドになっていまして、様々なブランド、ショップから発売されてるんですね。僕もこのジャンルがとても好きで、なぜなら長い丈のコートというのは綺麗な印象を与えることができるんですが、反面ちょっと動きづらいというところがあるんですね。僕はプライベートでは2児の父なので、結構休日は子供と一緒に遊んだりすることも多いので、そうなると結構短い丈のアウターの方が動きやすいんですよね。まあそういったこともあって、いろいろとライトアウターをですね、買い揃えた結果、ここにあるぐらい結構バリエーションが増えたんですね。ですので今回は、まあ、普段僕がですね、皆さんにお伝えさせていただいているユニクロだとかグローバルワークだとか、そういったところの商品ではなくて、あえて私物の中でこういったものもあるんだよというところをですね、皆さんに一挙にご紹介したいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的にアウターをどんどん着ていきたいなと思うんですが、その前にまずはベースとなるアイテムを皆さんにご紹介したいなと思ってます。まあ春なので一番下に着るのは T シャツぐらいでいいのかなと思いまして、今僕が着てるのはですね、手前味噌で申し訳ないんですが、自分でブランドをやってるんですね。ソーというブランドがあるんですが、そこのプリント T シャツ去年発売しまして、かなりの枚数皆さんに買っていただいたんですが、これ個人的にも結構気に入っていて、3パターンですね発売したんですが、僕の中ではこれを一番着ることが多いんですね。ちなみにまだ売ってますので、気になる方は概要欄にリンク貼っておきますのでチェックしていただければなと思ってます。そしてボトムスに関しては、僕の動画の中ではですね、定番になっているブラック系のスラックスですね。本当に僕は黒スラックス愛好家でいろんなものを持っているんですが、割とですね、私物としてよく仕事で履くことが多いのはこちらセラードアというブランドですね。イタリアのブランドになるんですが、こちらのですね、イージータイプのスラックスが大好きでよく履いています。まあ全部がゴムになっているので楽なんですよね。それでセンタープレスが効いていて小綺麗なので、まあ個人的にこれを履くことが多いので、今回はこちらをベースにします。で、靴に関してはですね、ジャーマントレーナーを履いています。まあジャーマントレーナーはですね、グリーンレベルのものも持ってるんですが、僕が私物というか仕事でよく履いているのがこちら、メゾンマルジェラのものなんですけども、これも買って2年ぐらい経ちますが、かなり使い勝手がいいので、春先はすごく使うことが多いので、これをベースにしながらですね、どんどんアウターを羽織っていきたいなと思ってます。まずは何から行きましょうかね。普段ですね、動画に出てくるものじゃないやつからですね、皆さんにご紹介したいなと思うんですね。まずこちらで行きましょうか。はい。これはですね、バブアというブランドのものですね。一応僕の動画の中でもバブアというブランド自体はですね、名前は出てくるんですが、私物をお見せすることはなかったかなと思うんですね。ちょっと羽織ってみますね。はい。こちらはバブアなんですけども、ちょっとね、普通のバブアと違うんですね。まあ、どこが違うかと言いますと、これはコラボレーションというか、別注かけたやつなんですよね。はい。こちらを見ていただくとわかるんですが、アンドワンダーというですね、まあ、アウトドアのウェアを得意としているブランドなんですね。僕はこちらのブランドは以前多分出してると思うんですが、ナイロンジャケット、いわゆるシェルジャケットみたいなものですね。こういったものをですね、私物で持っているんですが、それがすごく気に入りまして、第2弾として購入したのがこちらなんですね。たまたまセール価格になってたので、めちゃくちゃラッキーだったなと思うんですが、アンドワンダーとバブアーのですね、コラボレーションした、まあ、ライトのアウターですね。
ちょっとこうシャツアーターっぽいような雰囲気になっていまして、個人的にはね、春に着るにはすごくいいんじゃないのかなと思っています。まあ今年はね、結構バブはすごいいろんなブランドでコラボレーションしていますが、その中でもアンドワンダーとのコラボレーションということで、すごくね、堅牢な素材なので、ガンガン使うことができるんですね。まあこれで山登りすることもできるぐらいですね、すごく使い勝手のいいアイテムなんですが、個人的にはオールブラックで、ステッチがこう白く少しアクセント的にですね、感じられるのがすごく気に入っているんですね。本体のバブアーに比べると少しですね、シャープでモダンな感じもするので、そのあたりも個人的にすごく気に入っているんですね。で、丈の長さもちょうどいいんですよ。お尻がすっぽり隠れるぐらいの長さになっているので、適度に小綺麗さもありつつ邪魔にならないんですよ。ここがね、すごくいい点で、まあこれからの季節は T シャツの上にさらりと着て、こんな形でね、散歩に出かけたいなというふうに思ってますね。まあ汚れても全然気にならないようなタフなアウターとして、まず一着こちらをご紹介したいなと思っております。はい、続いてどんどん行きたいと思いますが、どれにしましょうか。まあライトアウターはね、本当大好きなんですよね。まあ、ちなみにこのあたりのライトアウターっていうのは、まあ春も着るんだけど秋にも着られるという点で2つの季節をカバーしてるんですね。そこがね、個人的に嬉しいポイントかなと思ってるんですね。で、じゃあ続いて2つ目行きましょうか。これはね、最近アーバンリサーチで買ったものなんですね。ちょっとね、ブランド名ど忘れしちゃったので、アーバンリサーチがですね、まあ、あるブランドに別注かけたやつだと思うんですが、今年ですね、トレンドになっている、まあ、ライトアウターの中でも、ファティーグジャケットと呼ばれるものなんですね。これはね、ちょっとミリタリー由来のアイテムで、ちょっとポケット使いが特徴的なんですね。着てみます。ね、このようなオリーブ系の色っていうのはですね、ちょっとこうミリタリー要素が強めかなとは思うんですが、ファティーグジャケットっていうのは僕大好きで、以前ですね、本を書いた時、確か2冊目だったかな、40歳から始めるクローゼット選びがどうのこうの、ちょっと自分の本なのにタイトルを忘れというね、僕の記憶力の悪さを露呈したわけなんですが、まあその本の中でもファティーグジャケットを取り上げているんですけども、まあ数年おきにですね、こういったものってトレンドに浮上してくるんですが、今年は結構いろんなブランドで見かけますね。まあどこが特徴かというと、この大きめの胸ポケットですね。ここに大きめの胸ポケットがついていて、ちょっとこう斜めについているんですね。そして腰にもですね、大きなポケットがついていて、合計4つのポケットがついているようなライトアウターになってまして、これ個人的に大好きですね。まあいわゆる最近はシャツアウターみたいなものがトレンドになっていて、しばらくこういったものが出ていたと思うんですが、去年はカバーオールがすごく多かったんですね。まあカバーオールもすごくカジュアルなアウターなんですが、やや長めなんだけども、ロング丈ではないので、すごく着心地もいいし、そういったものをちょっとこう大人っぽい素材感だとか色合いで、新たなアプローチで出しているというものが去年ぐらいから増えてきたんですが、今年になってこのファティーグジャケットが結構見かけるんですね。丈の長さはカバーオールとあんまり変わらないです。これまた大人っぽくてお尻がすっぽり隠れるぐらいで、個人的には好きなんですね。まあ MA1 みたいなものもミリタリー要素のあるアウターとしては有名なんですが、もっと着丈が短くて横に広がるんですよ。なのであれはあれでかっこいいんですけど、個人的には大人の男性、特に30代後半から40代以降の男性だったら、こういったちょっと丈が長くてやや大人っぽさが溢れるようなアウターがいいんじゃないかなというふうに思ってます。で、色に関しては結構様々なものがあって、一番王道的なのはこういったオリーブ系ですね。ミリタリー色が強い色かなとは思うんですが、あとはブラックなんかもすごくいいんじゃないかなと思ってまして、最後まで迷ったんですが、個人的にはブラック系のアウター結構多いので、僕は今回オリーブにしました。で、やっぱり失敗するとこのオリーブってやぼったく見えがちなので、まあそういった時はコーディネートである程度バランスを取ればいいかなと思ってまして、内側はこういったちょっとシンプルなホワイトベースの T シャツで明るさを出してあげて、でボトムスはブラックで引き締めてあげると、意外とね、こうアメカジ感バリバリというよりは爽やかさもですね、足すことができるので、大人の男性にも似合いやすいんじゃないかなと思ってます。これはまだお店に置いてあると思うので、ぜひ皆さんもですね、下の概要欄にまた在庫があったらリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしていただければなと思っております。はい、続いて何にしましょうかね。あれにしましょうか。結構ね、コメントで一番多いのがですね、こちらのジャケットについてなんですね。これはちょっと新鮮さがあるわけじゃなくて、もう見慣れてるアイテムですね。まあ、春先のライトアウターとして、僕はジャケットは最強だと思ってるんですね。気軽に羽織れるような、
僕はなんかシャツジャケットっぽい素材感のものがいいんじゃないかなと思っています。これ、いつもの大山スタイルに戻りましたね。はい、僕がいつも着ているこちらのジャケットはですね、スティーブン・アランというブランドのもので、ユナイテッド・アローズの中でよく取り扱いがありますね。僕もすごく好きなブランドで、よくお店を見たりだとか買い物することが多いんですが、そちらで買ったこのジャケットが個人的には大好きで、よく動画の中でも着てるんですね。まあジャケットというと、もっとコンパクトなタイトなサイズ感のものが多くて、僕もそういったものが大人の男性には似合いやすいなと思うんですが、もうちょっとトレンド感を取り入れたいだとか、ややゆったりめのサイズングを楽しみたいという方もいらっしゃると思うんですね。特におしゃれ中級者以上の方になってくると、ジャストサイズのジャケットではなくて緩めがいいなと思う方も増えてくると思うんですよ。その点このスティーブン・アランのジャケットに関してはまずはですねシングルじゃなくてダブルになってるんですね。なのでちょっとこうカーディガン感覚でアウターっぽくよりですね羽織りやすいんじゃないかなというふうに思ってます。で生地が薄いのでなんかジャケット着てる感覚がしないんですよ。今のように T シャツの上にさらりと着るだけでなんとなくですね大人っぽく見えるんだけどでもリラックス感があるので着ていて邪魔じゃないんですね。僕はカーディガンみたいなものも好きなんだけどもそれよりも襟がついてる方がちょっと小綺麗に見えるしなんかね厚みとしてもちょうどいいのがこのジャケットなんですよね。なので僕にとってはこの動画の一つのですねもう制服感覚で着てるようなものがこちらのスティーブ・アランのジャケットになります。よくねコメント欄で聞いていただくことが多いのでこちらをご紹介しましたが今はちょっと現行では売ってないと思うんですがこういったライトなダブルのジャケットってまあいろんなブランドでも扱ってますしシングルのものでも全く問題ないかなと思うんですね。まあ、通常のジャストサイズのものはビジネスライクになったりすることもあるので今ジャケットをカジュアルに着るのであれば少し肩が落ちていてゆったりめのサイズングのものもいいかなと思うのでぜひチェックをしていただければなと思っております。はい、まあこういったね小綺麗なアウターも持っておくとすごく便利ですよね。まあ T シャツだけじゃなくてあとはバンドカラーシャツとかそういったちょっとカジュアルなシャツとも合うので僕はねこれ今一番手放せないのはこれなんじゃないかなと思っていますね。はい、続いてはですねちょっと色合いを変えてこのベージュっぽいアウターですね。ちょっとブランド名を改めて確認しておきましょうか。はい、わかりました。はい。これね、最近購入したものですね。伊勢丹メンズ館。好きでよく見ているんですが、その中で購入した、まあこれもシャツアウター的なものですね。まあちょっと CPO ジャケットに近いのかなという感じなんですが、ちょっと着てみますね。色はね、ベージュなんですけども、表記何だったかな？ベージュと、グレーがちょっと混ざったような色合いですね。これもね、なかなか個人的には春先のアウターとしては雰囲気いいんじゃないのかなと思ってますね。こちらはですね、国内のシオールというブランドなんですね。なかなかですね、取り扱ってる店舗って多くはなくて、僕自身もですね、伊勢丹とかユナイテッドアローズでも時々見るかなという感じなんですが、すごくね、作りがいいですね。素材にこだわりがあって、国内のいわゆるドメスティックブランドの中でも、僕は大人の男性には使いやすいんじゃないかなと思ってますね。まあ、サイズングはちょっとゆったりめで、今の雰囲気に合わせながら着てもらうのもいいかなと思うんですが、まあ、先ほどまではですね、こう、ブラックだとか、ダークグレーとかが多かったと思うんですが、ちょっとこのような明るめの色を持ってくるだけで、春らしさというのも楽しめるかなと思うので、個人的にはこのアウターすごく気に入っていますね。まあ、T シャツの上にさらりと着るのもいいし、あとは先ほどご紹介したようなバンドカラーシャツとも相性がいいので、これもね、結構個人的にはいいんじゃないかなと思いますね。まあ、胸ポケットがね、結構大きめなんですよ。通常の CPO ジャケットとか、そういったものに比べるとかなり大胆ですね。まあ、デザイン自体はそんなに木を照らったところはないんだけども、ディティールにこだわっていたりだとか、生地の色とかね、こういったところには、やっぱりこうドメスティックブランドならではのこだわり、周りを感じて個人的にはねこれめちゃくちゃ気に入っていますね。うん、まあライトアウターいろいろ持っているんですがちょっと小綺麗なこういったベージュ系の色が使えると大人の男性にもいいんじゃないかなと思うのでぜひチェックしていただきたいなと思います。まあ今着ているのはシオールですけどもまあちょっとブランド的にはコアなのでもっとこう一般的にセレクトショップのオリジナルとかでもですね似たようなものは見つかるかなと思うのでまああればちょっとリンク貼っておきたいと思いますのでよかったら概要欄でチェックをしていただければなと思っております。はい、いろいろご紹介してきましたがどうしようかな、そろそろラストにしようかなと思うんですがこれはね僕の動画の中で何回かご紹介してきたので皆さんもご存知かなと思うんですがアークテリクスですね。これはね今の時期は
抜群に使い勝手がいいですね。これはね、ベータ LT というモデルで、もう在庫ないんですよね。インターネット上の在庫がね、一切ないモデルなんですけども、多分お近くのアウトドアショップとかだったらあると思うんですよね。僕もウェブでは買えなかったので、アウトドアショップで購入したんですが、まだサイズはありましたね。これがね、すごくいいんですよね。これはね、大人の定番としてはもう殿堂入りしてもいいのかなというようなアイテムですね。はい、着てみたいと思います。アークテリクスのアウターって今まで僕はスコミチフーディをよく着ていたわけなんですが、これはね、やっぱりちょっと着丈が長めで、よりこうサイジングとしても今のトレンド感には合ってるかなと思いますね。まあ、このアウターに関しては別で動画しっかり撮ってるので、そちらを見ていただきたいなと思うんですが、生地のパリッとした感じがね、やっぱりね、僕は高級感があっていいと思うんですね。この硬さというか、シャキッと感のおかげで、フードのね、立ち上がりがすごくいいんですね。で、襟周りがかっこいいというところで、個人的には気に入ってるんですね。こういった感覚って、マッキントッシュのゴム引きのコートにも近くて、まあマッキントッシュのコートって昔ながらのゴム引きのものとそうじゃないものがあるんですが、着心地で言ったらゴム引きってちょっとこう賛否両論分かれるところではあると思うんですね。決して柔らかくてストレッチ性のあるようなものではないので、今の機能的なウェアと比べると、ちょっとこう着心地がいまいちかなと思う方もいらっしゃるかなと思うんですが、マッキントッシュのゴム引きならではの張り感というか、パリッとした質感って、やっぱり服が好きな方にとってはすごく魅力的だと思うんですね。僕自身もゴム引きのコート好きで、今まで3着ぐらい買いましたがね、なんか定期的に着たくなるような独特の魅力があるんですが、こちらのですね、ベータ LT のですね、質感、これもですね、パリッとしていて、まあゴム引きのコートとは全く別物なんですが、非常にね、なんかこう着ていて満足度が高い、大人の男性のライトアウターとしては、スポーティー部門の中では一番かっこいいんじゃないかなと思ってますね。ただ唯一の弱点は在庫がないっていうところなんですが、まあ似たようなところで、ベータジャケットというものが最近出てきまして、そちらはちょこちょこと在庫が残っていますが、ただこれも時間の問題ですね。多分なくなると思います。まあ、いくつかリンクを貼っておきますが、まあ、このように T シャツの上にさらりと着ても様になります。今僕は前を開けていますが、まあ、T シャツをこうチラ見せしながらね、着てあげるのもいいと思いますし、前閉めてもいいです。襟が高いので、なんかこう、閉めた状態もめちゃくちゃかっこいいんですね。まあ、僕は春らしくね、軽く羽織るにはこういった前開きも好きなんですけども、ストイックにモノトーンで、ブラックとホワイトだけで構成すると、僕はね、このアークテリクスのナイロンジャケットは一番相性がいいんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただければなと思ってます。ただこれは決して安くはないので、まあ正直アークテリクスのものじゃなくてもノースフェイスでも全然いいと思います。1万円台でね、買うこともできますし、あとは本当に極力予算を抑えたかったら、ユニクロのブロックテックパーカーだとか、そういったもので代用してもいいと思います。ちょっとスポーティーなアウターというものも、着こなしの中に1点だけ交えてあげると、すごく幅が広がるかなと思うので、まあ、今回いろんなものをご紹介しましたが、その中の1枚として、ぜひですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の春アウター全部紹介ということで、僕が持ってるものをですね、一挙に並べて皆さんにご紹介をさせていただきました。まあ、正直ですね、まだもうちょっとあるんですよ。ただこれ以上長くなってしまってもですね、皆さん飽きてしまうかなと思うので、今日はこれぐらいにしておきたいなと思ってます。ちなみに最後に着てるのはですね、ネイビー系のシャツなんですけども、こういったちょっとこうサマーウールっぽいものもですね、意外と使い勝手が良くて、昨年購入したものなんですが、これもよく着ていますね。ちょっと奮発をして、初めてマルニというブランドで買ったものなんですが、まあこういったちょっと緩めのサイジングで素材がウールのシャツというのは、結構いろんなセレクトショップのオリジナルでもやっていますので、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいなと思ってますね。この上に何かさらにアウターを羽織るのであれば、シャツのサイジングというのはもっとちっちゃくてもいいかなと思うんですが、これ自体がアウター感覚で前開きでさらりと着るのであれば、少しゆとりがあってもいいかなと思うので、こんな感じのものもですね、ぜひチェックをしていただければなと思ってます。まあ最近はですね、動画の形式ちょこちょこと実験しながら変えてるんですね。皆さんもお気づきかなと思うんですが、最近ですね、ちょっとレンズを変えたので、全身がようやく映せるようになったんですね。もういつもね、この辺りで切れてるので、もう本当にね、皆さんからお叱りというか、全身見せてくれよという声がめちゃくちゃ多かったんですね。その声をですね、なんとかこうかいくぐりながら3年間続けたんですが、ちょっと実験的にレンズを変えたら、
全身いけるじゃんということで、まあ、このようなね、コーディネートをお見せするような動画もですね、今後はできるかなと思うので、ぜひ皆さんもリクエストください。こんな動画を見てみたいだとか、ぜひ皆さんのご意見がね、こちらのチャンネルを支えてくれていますので、気軽にですね、書き込んでいただければなと思ってます。ちなみにこちらのチャンネルでは、ベーシックな着こなしについてお伝えしてるんですが、まあ、今回ご紹介したようなアイテムだとか、コーディネートというのは、ちょっと中級者向けになるんですね。こういった動画に関しては、普段はですね、YouTube のメンバーシップチャンネルというものを僕は運営してまして、そちらでお伝えしているんですね。で、今日もそうなんですけども、このメンバーシップ内では、普段の YouTube ではやらないような生配信もですね、週に1回ぐらいのペースでやってるんですね。そちらでは皆さんからいただいた質問に、もうダイレクトでどんどんお答えしてますので、気になる方はですね、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらもチェックをしていただければなと思ってます。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。